ジョージ・プレボストジョージ・プレボストは、イギリスの軍人であり、米英戦争の時のカナダ植民地の統括者であった。プレボストは、当時は、イギリスの植民地であり、現在のアメリカ合衆国ニュージャージー州発見作区で、スイス系フランス人で、アメリカ独立戦争の時のイギリス軍将軍であった、オーギュスタン・プレボストの長男として生まれた。若くして、 イギリス軍に入り1784年には退位となった。フランス革命戦争とナポレオン戦争の間は西インド諸島で従軍し、セントビンセント島の指揮官を1794年から1796年まで務めた。1798年から1802年まではセントルシア島の副知事となり、その後1805年までドミニカ島の知事を務めた。 プレボストのドミニカ在任中に、ピエール・シャルル・ビル・ヌーブ提督式の艦隊で、派遣されてきた、ラグランジェ将軍のフランス軍に突如襲われることがあった。この襲撃は、トラファルガーの海戦の前哨戦となる出来事であった。数的に劣勢であった、プレボストの部隊は主要な町であるロゾーを明け渡して撤退したが、フランス軍は3日後に島を去った。1808年、プレボストは、 ノバスコシアの知事になった。1811年5月、プレボストは助言を受けて、ローワーカナダの知事ジェームズ・クレイグの公認を務めることになり、ケベックに移動した。7月4日、プレボストは正式に中将に昇進し、10月21日、イギリス領北アメリカの総督と中カナダ軍の総司令官となった。 隣国のアメリカ合衆国との戦争が現実味を帯びてきた時であった。長い前線を少ない兵力で守る必要に迫られた。プレボストはいくつかの正規兵とカナダ人民兵の連帯を組織した。翌1812年6月、米英戦争が勃発しこのカナダ人部隊がイギリス軍にとって価値ある補助部隊であることが証明された。米英戦争の大半の期間、 プレボストの戦略は防衛と警戒であった。アメリカが戦争の原因とみなしていた、数密因例のいくつかを、1812年8月に、イギリス政府が撤廃したと知った、プレボストは、急戦の交渉を始めたが、平和はならず戦争が再開された。1813年の最初の数ヶ月、プレボストは、アッパーカナダを訪れて、そこの知事で指揮官でもあった。 アイザック・ブロックが戦死した後は軍事面も政治面も満足の行く状態ではないことを理解した。そこで5月にはキングストンに行きオンタリオ湖のアメリカ海軍の主要な基地に攻撃をかけた。ここでの勝利は決定的なものになるはずであったがサケット港の戦いでの攻撃は作戦が請求に組まれすぎていた。プレボストも海軍の指揮官。 ジェームズ・ルーカスヨーも攻撃を躊躇し、アメリカ軍の強固な反撃にあって撤退することになった。1814年、ナポレオン・ボナパルトンの敗北後は大きな援軍が可能となった。プレボストはシャンプレーン湖からハドソン側に沿った侵攻の作戦を立て、自ら兵を率いたが、イギリスの推薦隊がシャンプレーン湖で敗退し、プラッツバーグの戦いで撤退することになった。 妖怪軍順将は、プレボストが、ジョージ・ドーニー船長の率いる船隊に時期尚早の攻撃をし、予定された陸軍の援護を得られなかったための敗北と考え、プレボストを厳しく批判した。プレボストは、その警戒心の強さ、服装や制服の細かいことにこだわるところ、さらに功績のあった士官を正当に評価できなかったことなどがあり、 部下の主官の間で不人気になっていた。プレボストは戦争が終わったことを知った。その1日かそこら後に解任され一時的ではあるが、ジョージマーレへ中将が公認となった。プレボストがイギリスに戻るとき、ケベック議会はプレボストに対する慌ただしい感謝決議を行った。イギリスに戻ると議会と軍当局ははじめ、プラッツバーグと戦争全般に関する、 プレボストの説明を受け入れた。そのすぐ後で、プラッツバーグの戦いに関する海軍の公式報告書が、要の申し立てとともに発行された。このどちらもプレボストを非難していた。プレボストは名誉にかけて、軍法会議を要求した。承認をカナダから呼び寄せるための時間も必要であり、審判は1816年1月に予定されたが、プレボストは健康を害し、 審判が開かれる一週間前に死去した。後の歴史家は限られた資源でカナダを防衛するためにとったプレボストの準備は活力的であり着想が良くまた総括的であり勝ち目の少ない中でアメリカの侵略を妨げるという重要な目標を成し遂げたとした。プレボストはロンドンの近くイーストバーネットに埋葬された。ありがとうございます。